なれそめ、めっちゃ聞きたいわ。これ言うたら僕の好感度めちゃくちゃ下がりますけど、僕ね、うん、めちゃくちゃクズやったんで、ほんまにクズがよく5人のパパになったね。だからじゃあ浄化されていったんですよ、ちょっとずつ。いやもうこの13年ですめちゃくちゃ成長、めっちゃ変わったよなクズの内容聞いてないけど、はい、クズを好きになってクズを構成させていったってすごいっすね。ちーちゃんがすごいやん、こんなの浄水機能がすごいですよ、ちーちゃん。いやほんまよ、どこで売ってんのそれ、この機能大阪で芸人やってまして、うん、で23の時に同業出てきたんですけど、はい、そっから芸人を辞めてたんですよ。生活に追われて借金して、うん、結果まあ1年半ぐらいネタも作ってない、うん、何もしてないっていう状態だった、うん、でも借金は60万ぐらいあって、もう辞めようかな、どうしようかなみたいな、うん、ぐらいの時に出会ったんですよ。どこで出会うの？それね、うん、友達の誕生日会なんですけど、うん、バイト先で知り合ったなんかちょっと金持ちのおっちゃんみたいな、うん、その人がなんか友達の誕生日があるからついてきてくれよって言って行ったんですよ、うん、西麻布の港区女子が集まりそうなマンションの一室で男1人2万円とか3万円とかで、女の子無料ですみたいな、いやらしいとこやなと思ったんですよ。僕はもう飯食えたね、出る料理がブラッカーの上にチーズちょっとだけ乗ってるみたいな、こんなん食うためにピアちゃうぞと思って腹いっぱいになりたいでしょ。端の方で座ってたんですよ、横に座ってたんです。私はその主役の女の子がお友達で受付をやってたんです。僕はなんかなんとなく可愛らしい人やなと思ってて、すごいからですねこれみたいな、うん、軽い喋りをしてたんですよ、うん、別に連絡先交換するわけでも狙うわけでもない。僕が連れてきた男の人が来て、うん、おーマサル移動するぞっつって、うん、彼女、うん、一緒に来ないよ、で次の店移動し、うん、なんとなくそこで連絡先を交換したのがもう最初ですよ。なんとなくは付き合おうとかどうこうしようじゃなく、友達の延長線上で交換しますね、まあ、そうですね。僕はなんか可愛らしいなと思ったけど、まあそんな港区のパーティー来る人なんかもうダッチ打ちもできへんしこっち知らないだけデート行く金ないねんから、うん、相手なんかしてもらう気も全くないけど、うん、でもなんか連絡先交換できるやつしとこうと思ってしたくらいの感じです、うんうん、で2週間ぐらい、ね、連絡来なくて、私が何してるかなとちょっと思い出したから、何してるのみたいな連絡をしてみて、うん、そこからご飯行こうになって、僕としてはそんな来ると思ってないんですよ。こっちから連絡するのもちょっとおこがましいし、うん、ちょっといいかと思ってたの全然。そうそうそう、あ、楽しかった。楽しいお兄ちゃんみたいな、うんうん、最初にご飯行った時はおごってくれたんだよね。ちなみにじゃあどこ行けたの？全然お金ない人が、高い店も知らん、うん、港区女子が行くような店なんて一個も知らんわけですよ。そうやわ、僕六本木でバイトしてね、うん、その六本木のバーのオーナーさんみたいなのが、うん、ちょっと高めの西麻布のお店をやってらっしゃったんですよ、うんうん、お好み焼き屋さんなんですけど、うん、そこにちょっと行きたいんですけどお金ないんですよっつったら、ほんならちょっと安めにしたるとで言って、そこに2人で行ってお会計って言ったら6000円いくらやったんですよね、うん、俺からしたら6000円いくらも高いんですよ、うん6000円、安くしてるほんまにわかる、いや、え、何これ、え、5% 引きみたいなそれがもう一番最初のデートで、もそれもめっちゃ覚えてます。だから2007年の4月からピンなんですけども、うん、出会ったのが10月なんですよ、うん、ちょっとメディアにかかりそうってなって、うん、ここと知り合ってからなんか仕事がぐーってうまいこと回りだしたんですよ俗に言うあげまみたいな感じやね。いや本当にまだ付き合ってもないんですけど、うん、そのタイミングで僕が荒引き団はい、始まって、うん、初期メンバーでオーディション受かって、うん、その一発目のオンエアをまた付き合う前のこの子の家で見たんですよ。その時ぐらいに僕が持ってた借金、3社から消費者金融借りてて60万の借金があったんですけど、その借金やることが分かって、うん、私が全部払うって言ったんですよ。付き合ってもないの？やめえやあかん私大変だから、じゃあ付き合ってもない男の子、この子喋ってたらもしライバーの借金返すって。いやこれね、まだ言うのがその実はお金がなくて借金があったっていう話をした時に、うん、利息が月1万3、4000円から利息は払わなあかんねみたいな話をしてて、利息はずっと払っていってるからまあなんとかなってるっていう話をした時に、うん、え、もったいないそれ、わかるわ、私の人全部返すから、うん、私に毎月返していってと、利息分1万3000円とかかかんねやったら、そのお金で毎月1回どっか美味しいとこ食べに行こうって言ってくれたんですよ。
借金をじゃあ私返すからこうしようっていう時は友達関係それともちょっと恋人関係になりかけてんの？恋人関係になりかけてるけどかけてるけどけどでも明確なものはなくてただ一緒にはいつもおってちいちゃんの時はその時どういう気持ち？私も多分好きで付き合いたいっていうって思ってたんですけど、うん、ちょっと弊害が一つあって。何？いや何やろあの弊害当時、はい、彼氏おったんですよ。出た。なんだけど、はい、この彼氏っていうのがもう自然消滅になってる彼氏との関係をしっかりしたい、うんうん、終わらすなら終わらすで終わらしたいって思ってるんだけど、うんうん、連絡がつかない帰ってこないっていう状態だったんですよ。そっちをしっかりしてない限り、うん、こっちと付き合うことはできないと。4月1日が誕生日です、はい、自分の中で4月1日までずっと連絡がもうつかなかったら自分の中でもそこを区切りにすると。じゃあ俺は4月1日まで待つわ、うん、どうなんやろなんかギリギリで来たりすんのって。2月14日のバレンタインの時にチョコレートをもらってその時に4月1日までどうしようと思ったけど、うん、ちょっと私的にもう待てないっていうかもうこのタイミングで付き合ってくださいって言われて、うん僕からは言えない。意外と本当に奥手っていうか俺は言わないね。言わないです。言えんの？こう見えて全然